ま2位と1位行く前に、うん、番外編ちょっと言っていい何位とかじゃないんだけど、うん、見直して、うん、これエグい映画やなっていうのが1個あって、あもうランキングとかではないけど、俺ちっちゃい頃見に行ってんねん映画、うん、正直全然思わなかったん、でもめっちゃ覚えてはいてん、うん、覚えてはいてんけど、うんうん、なんか面白かったなっていう夢中にはなれへんかったんや、うんうんうん、めっちゃ印象あってんけど、それは何入ってこへんかった、入ってこへんというか、そうね、ワクワクせんかったっていう、それ何かって言ったら、うん、あのドラえもんのび太の創世日記知ってる？知らんな、知らん、知らん、この映画がびっくりすんで、創世日記っていう映画があんねんけど、うんうん、これな、うん、冒険せえへんねん、へえ、俺びっくりした、俺この間見て見直して、はいはい、あこんなんやったこんなんやったと思って見ててんけど、うんうん、あれこれ結局のび太ら何もしてなくないってなってんの。でこれ何の映画かって言ったら、うん、夏休みの、うん、もう設定もなむちゃくちゃやねんけど、うん、ぶっ飛んでんねんけど、自由研究4人です、いつもの4人組ですんねんけど、うん、朝顔の観察とか、うんうん、なんかいろいろあるやん、うん、え雲の動き見る、星の動き見るとかいろいろあるやん、はいはい、あるね、伸びたらは、うん、宇宙と地球を作るっていう自由研究するの、うん、ドラえもんの道具で、ほんでそれを日記つけて提出するっていう、それ通る学校でとか、そうや説明したらそんな嘘みたいなさ、うん、でそれあんねん、創生セットっていうな、うん、床に引いたら、うん、ゴザみたいな引いたら中に穴開いてて、映画ならではの動画ね、そうもうそれしか出えへんやん、うん、映画でしか出えへんやん、創生セット、創生セット、タイトルの名前ついてんねん、もうのび太の話聞いてからそれ買いに行くそうじゃないと、そりゃそうじゃないと、そんな創生セット、創生セット、創生セット、あったあったあった、でなんか粉、なんか元みたいなの入れて、うん、回して、神様の杖みたいなんで、うん、作っとけよ、もう作っとけよ、じゃ回したら、うん、ビッグバンが起きてとか、はいはい、気流が流れてとかで宇宙出来上がんねん、はい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 、もう宇宙の始まりみたいな、そうそう、自分で作んねん、銀河系を宇宙を、はいはいはい、ほんで、うん、色もう混ぜ方の調整とかスピードとかで、うん、星がぶつかってなんかが乱気流が起きてとかで、はいはい、地球ができんのよ、成功したら面白そうやけどな、そのセット自体はめっちゃ面白そうや、そのセット自体は面白そうや、映画はどうなんか分からへん、ほんで、うん、中入れんねん、雲みたい、もう神様っていう設定やねん、あその宇宙を作ったっていう、はいはい、ほんで雲みたいなのって入っていったら、うん、実際にあの恐竜が生まれて進化して滅んで、うんうん、猿が人間になっていってっていう地球と全く同じ、うんうん、歴史を歩んでる、また別の地球がもう一個できんのよ、はいはい、ほんまにできんねん、うんうんうん、ほんでその中でいろいろやっぱのび太にそっくりなやつとかおんねん、まあな、そんな、なんか星の1個やから、そう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 、伸びたジャイアンスネオみたいなやつのとこって、それをずっと追いかけていくねん、はい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 、見守んねん、見守る映画やねん、ほななんかもうその地球の中でもまたなんかその家でしたりとか、いやということ、ということここね、そういうことやな、だから結局人間って絶対戦争とか争いが起きるっていう話になんねん、これどんだけこう結局どんだけで、のび太は、うん、こんな戦争なんてするような地球を作った覚えはないんだっていうね、うんうん、こんな人間人類なんて嫌だみたいな、うん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 、僕はもっとみんなが仲良くしてほしいんだよみたいな、うん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 、っていうことを言うね、でも人間ってどうしても争ってしまうとか、はいはいはい、でドラえもんがなんかちょんぼして、うん、なんか進化する光線獣みたいな、あのそのもう一個の地球に降りた時に、うんうん、進化する光線獣みたいな、光線やったかな、なんか進化するなんかに、うん、この虫みたいなのが一瞬当たっちゃうのよ、うんうん、めっちゃ最初に、うんうん、もうほんまにジュラ紀みたいな、うん、恐竜時代に、うんうん、当たってそっからそのことも全く触れへんねんけど、うんうん、この虫が進化して、うんうん、独自の進化で、うん、地底の中で人間と同じぐらいの文明
はいはいはい、進化してね、うん、ステージみたいな昆虫人の世界みたいなのがその地球にはあんねん、はい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 、で地球は散々その地球人は散々争って殺してきたりとか、うんうん、殺し合いとかしてきて我々はもともと上にいたのに人間のせいで地下に追いやられたっていう逆恨みみたいな感じで、うんうん、地底人が上に攻めてくるみたいな、はい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 、で上の人間たちはそれを何とかして話し合いで止めるみたいな、うんうんうん、でそこあんま噛めへんねんドラえもんら、一応噛むねんけど、うんうん、もう蚊帳の外やねん、そうまあまあまあみたいな、うんうん、で仲直りして、うん、終わってもう一回人間ちゃんと戦争いのない世界を作らなあかんねーみたいなんで、うん、一応終わんねんな、その映画。ほんで一番最後のエンディングの時に、うんうん、ちゃんとその観察日記つけてんねんみんな、あでそれが一個一個見れるねん中、はい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 、こうエンドロール流れてる横で、はい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 、で先生のコメントとかもあんねんちゃんと、あすごい、先生なんて言うの、すごいですね恐竜って大きいんですね、うん、とかめっちゃ真剣に向き合ってくれてんねん、ただちょっとあれやな、あっさり行こうとしてるな、そうそうそう、あんまり深く突っ込んだらあかんやつと思ってるからそれありだから、のび太が描いてる日もあれば、うん、静香ちゃんが描いてる日もあれば、うん、スネ夫が描いた日もあるみたいな、うん、みんなで一個のやつみたいな感じでやっててみたいな、はいはいはい、でこれ何がすごいかって、うん、1990年代やね多分この映画な、うん、俺小学生の時だと思うんだけど、今あの都市伝説で、うん、あの今この俺らが生きてる地球って、うん、誰かが作ったんじゃないかっていう都市伝説はよく聞くやん、そうやね、実は誰かが作ったもので、はい、誰かが見てて監視されててやってるとか、はい、宇宙人がやってるとか、うん、都市伝説的ね、何かを宇宙銀河系ってあるけど、それはなんか小さい玉で、うんうん、もっと大きい何かがあるとか、うんうん、で誰かが作るそのバーチャルの世界なんじゃないかとか、うんうん、いろいろあるやん、いろいろあるね、実はほんまの仮想現実、あのほんまの現実じゃなくて仮想、俺らが生きてるのは仮想現実やとか、うん、っていうのを、うん、創世日記でやってんの藤子先生90年代に、うん、それすごない、もう未来を予言してる可能性はある、そう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 、そういう風に、でこれな、子供見た時何にも思わへんかってんけど、ただそういう映画かみたいな、うんうん、大人で見た時俺びっくりしたわ、創世日記、まあそういう風な、まあなんて裏設定じゃないけど、そう伝えたいことがあってっていうのがすごいなと思って、海援隊は歌ってた、いやこれ忘れた、これ多分武田鉄矢さんじゃなかったかな、好きな人、いや結構ちゃう人も歌って、 A ちゃんとかも歌ってんねん、あそうなん、矢沢永吉とか、吉川ひなのとか、あ全然知らんな、そこら辺はめっちゃあるんで、武田あの西田敏行さんも、あ西田敏行さんは知ってるわとかもあるから、あごめんなさいちょっとブレたら話、ランキングと関係ない話、創世日記は21位です行こう低いな、なんかなオムニバス見せられてる感じやねんな、なんか原始時代の話と、うん、侍時代の話と、うん、なんかかぐや姫のパクリみたいな、うん、あの平安時代の話と、うん、江戸時代の話と、うん、あのなんか明治時代の話みたいな、うん、なんかオムニバス見せられてる感じ、なんか短編見せられてる感じ、はいはいはい、そんなに深く突っ込まれへんし、ね、そう時間もないし、せやねん、でも設定とかめっちゃ面白いなっていう、藤子先生やっぱすごいなっていうね、それは全然知らなかったですね、そうなんですよ、ちょっと見て、それもアマプラで見れるんで、ちょっと長くなっちゃいましたけど。